高知市議会は、高知県の県庁所在地である、高知市の議会。高知市議会は、主権者により、高知市議会議員選挙で選出された、議員34人で構成される、高知市の行政を行う議会のことである。議員の任期は4年。2016年現在、議会を構成する、市議会議員は、2015年4月26日に、行われた選挙により選ばれ、 同年5月2日から2019年5月1日までを就任期間とする。議会では地方自治法に基づいた条例により34人と定めている。議員は3月、6月、9月、12月の1年に4回開催される定例会と必要に応じて開催される臨時会の2種類の本会議に出席し執行する。議会を代表し、 議会秩序の保全、順序などの本会議運営、議会事務の処理などの務めを果たす役割として議長が、その役割を補佐ないし代理する務めを副議長が担う、ことを定められている。現在の議長と副議長は、竹村邦夫と田辺剛である。両議員は、2015年5月12日に開かれた、臨時会で取り行われたただし、副議長選挙にて、 それぞれ22票を獲得し、各役職に就任した。市議会には、本会議とは別に専門性や効率化を図るために3つの委員会を設置している。議会運営委員会は、円滑な議会運営を協議する。常任委員会は、任期を1年、定数を8人から9人に定めた、総務、教育民生、経済、建設環境の四つの常任委員会をまとめた名称であり、 各議員がいずれかの委員会に所属している。特別委員会は必要に応じて設置、審査を行う委員会であり任期は審査終了までである。2016年現在、定数11人から12人の3つの特別委員会が行われている。常任委員会と特別委員会の両委員会では、本会議で付託された議案を審査を行い、最終決議を 本会議で可決を取り行う。2015年5月13日現在議会には、市民クラブ、新風クラブ、日本共産党高知市議団、高知市議会公明党、新高知未来、緑の会の合計6つの会派が存在し、市政与党最大会派を市民クラブが形成する。2016年4月1日現在高知市議会、名簿各派別高知市議会議員は、 公職選挙法に基づき、4年に一度、満20歳以上の高知市在住で引き続き3、下月市内に住所を有する選挙権のある有権者による投票によって選ばれる。非選挙権は、満25歳以上の市議会議員の選挙権を持つ者が立候補することができる。給与は、一般議員が1ヶ月58万5千円で、副議長が61万5千円。 議長が67万8000円である。地方自治法に基づき、高知市議会政務活動費の交付に関する条例では、会派に所属する議員一人対し、政務活動費として市販期ごとに、月額10万円、3ヶ月分30万円、合計120万円を支給され、市販期収支報告書と年度収支報告書が、各会派の代表者によって議長に提出される。 政務活動費は4月、7月、10月、1月の各15日に引き渡され、残額は年度末に返すことが条例で定められている。高知市議会議員選挙は4年に一度、高知市全域を選挙区とする大選挙区制で取り行われる。前回は2015年4月26日に実施された。市議会の入居する高知市役所は、 1958年7月に建造された市役所本庁舎に議会と議会事務局などが設置された。2011年東日本大震災を踏まえて施設の耐震化及び建て替えを審議し、2014年11月4日から市議会は本庁舎の解体により高知電気ビル外に別館にある仮庁舎で運営される。仮庁舎内5階が議会事務局と 会派控室に6階が議場と議会と書室及び会派控室となる。2016年に新庁舎を建設し始め、2018年を目途に完成を目指している。ありがとうございます。